MG こと A でまさの笑う角にはクリーンズ、今日もよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、はいはい、今日はね、みんなが今まで聞いた話の中で、はいはい、一番信じられない話になると思う。あ、マジですか。うん、この500本近くやってきましたけど、うん、一番信じられない。いや、そのグリーンズ500本の中じゃなくて、はい、あ、そういうこと。皆さんたちが耳にした話の中で、そんなに一番、はいはい、信じられない。ベストセラー作家翡翠小太郎さんをもう信じられなくなりましたって言われそうな、はいはい、あのことが最近あったんですよ。あ、マジですか。え、それは不信感的な信じられないことなんですか。いや、驚き的な。あ、驚き的なことですか。うん、なるほどなるほど、うん、驚き的な。話のが大きすぎてみたいなことなんですか。不思議すぎて。不思議すぎて。僕もね、ちょっとね、びっくりした。マジですか。うん、それを話をじゃあしてくれるんですね。まあ真面目な話なんですよ、はいはいはい、その笑うとこ一切ないんですが、はいはいはい、翡翠ラボというのをね、僕はそのやってたんだけど、はい、そこの中で、はいはいはい、あのリボンちゃんという方がね参加してくれてて、はいはい、その、うん、まあ、癌で亡くなられたんですね、はいはい、で、うん、その癌で亡くなられたっていうのが、うん、その翡翠ラボの主催のたっちゃんのところに、はいはい、ちょうど去年の12月22日かな、時空フェスをやってる最中にね、そうだった、連絡があって、はいはい、で、すごくね、まあ、仲間たち、うん、ラボの仲間たちだったので、うん、みんなすごく、はいはい、ショックを受けたんだけどね、うん、で、まあ、ラボ、でもちょうどその時、うん、そのスタッフみんなをね、うん、リボンつけようとかね、うん、はいはい、偶然リボンつけてたりとか、プレゼントをその、はい、コーラのね、うん、そのコーラにリボンがついてるコーラのプレゼントを用意してたりとか、たまたまその偶然リボンを、うん、その何かしてたんですか。うん、してる、はいはい、たのね、はいはい、で、でその後ですね、はい、翡翠ラボのシーズン3が始まってね、はい、3月いつあったのかな、10日14か3月14か14にありましたね、3月14日にあったんだけど、うん、はいはい、その事前にね、うん、その3月13日に、はいはい、メール見てたのね、はいはい、でちょっと忙しくて数日メール見れてなかったんだけど、うん、13日見てたら、はいはい、亡くなったリボンちゃんからメールが来てた。どういうこと。うん、はいはい、亡くなっちゃったリボンちゃんから、はいはい、そのメールが来てたの。メールが来てた。え、マジですか。うん、それはメールはその以前もらった彼女が書いた、そのまあ翡翠ラボっていうのはマイソウルっていう自分の人生を集約したストーリーを、マイソウルとマイフューチャー、未来のこういうことをしていきたいって、マイソウルとマイフューチャーをね、最後の宿題として出して、でそのそれに関するメールをリボンちゃんからもらってたんだけど、その同じものがね、そのラボやるその3月10日に、実はその3月10日にお葬式にの時に、そのいけ、まあ俺行けなかったんだけど、そのなんかはい、なんか返しをも、お香典返し、お香典返しを3月10日にもらったの、はい、あ、そうなんですね。で3月10日にリボンちゃんから前送られてきたメールが、まあ同じ内容なんだけど、はい、もう一回送られてきてた。再送的なこメールがまた飛んできた。メールが同じ内容が送られてきたの。すごい新しいですね。うん、で、はい、そのお彼岸とかそういう春分の日って、はい、あの世との回路が開きやすくなる日って言われるわけ、はいはい、でそのよくいろんな本読んでると、うん、亡くなった方からメールが来るっていうのは、うん、そのたまに書かれてるのね。あ、そうなんですね、はい、で特にお彼岸の日とかね、その秋分の日とかは、そう、お盆とかは、うん、あの世との回路がつながりやすくなるので、るメール、携帯電話っていうのは、うん、結構そのメールっていうのは比較的天とつながりや、天と地がつながりやすくて、あの世の人からメールが来るっていう例を俺本でちらほら見たことはあったんだけど、まさか自分が受け取ったのことはなかったから。なるほど。そうなんですね。でその話をね、懇親会でしたのね。あ、その話をラボ中にしたわけ。でそうしたら懇親会の中で
そのリボンちゃん、椿ちゃんという、はいはい、そのラボ生の中には、はい、カバンとね、そういう素敵な手作りのカバンとか財布を作ってくれてる、はいはい、作る方がいて、うん、リボンちゃんと、うん、その一緒に財布を作ったことがあるんだって。あ、そうなんだ。でリボンちゃんその時に、はい、椿ちゃんの家に遊びに来て、はい、一緒に作ったからすごく親しいから親しいんだって、うん、でそのクライアントさんはあの LINE のなんかメルマガみたいなのを配信するらしいんだけど、はいうんはい、3月7日に配信したやつもう亡くなっても、はいまあ、配信はしてたわけ。あ、はいはい、でも3月7日に既読になって、はい、すげえ、うん、マジか。既読やっぱり、そのあの世とつながりやすいタイミングってあるみたいだね。なるほど、うん、3月7日に既読になった。そうなんだ。リボンちゃんのメール。なるほど。あ、配信こっちが配信、 あの椿ちゃんが普段はならないはずなのに、普段ならないやつが3月7日な既読に、でその話ってなったわけ、はいはい、そしたら、うん、その新潟翡翠塾ね、はいはい、通ってくれてた、うん、そのあきちゃんという校長先生が、ね、 はい、あのその同じく翡翠塾生のね、はいはい、あの春ちゃんっていう、あ、はい、あの方がいたんだけど、その、まあ、春ちゃんもね、うん、病気で亡くなられたんだけど、うん、あの春ちゃんに、うん、その最後映画上映会を、はい、その、ね、あの亡くなる数日前に、うんはいはい、映画上映会を彼女が主催して、うん、すごく良かったって返信したんだけど、うんうん、秋ちゃんはその校長先生の秋ちゃんは返信したんだけど、はいはい、まあ、その春ちゃんは病気で亡くなっちゃったので返信が来なかった、うん、なるほど。フェイスブックのメッセンジャーでね、はいはい、返信が来なかったんだけど、うん、やっぱり3月7日か8日にそれが既読になった。あ、そうなの、ま、また別のところで別の人が、すごいですね、うん、で3例その続いて、はい、まあ、これは既読になるどころか俺の場合メールも来ちゃったし。そうですね、しかも、ね、いわゆる前、うん、一番大事な宿題というかね。そうで、その、うん、お返し、香典返しが来た日に、うん、メールが来たわけ。そうか、うん、そうか。でそのリボンちゃんは、うん、そのまあ、癌で亡くなられたんだけど、うん、そのマイフューチャーっていう未来においてね、はい、その彼女はその本当に病気になった時に、うん、本当にどうしたどう生きたいかっていうのをすっごい見つめ直して、うん、私は歌を歌っていきたいって、うん、で趣味歌うことが好きだったんだけど、うん、それで合唱団に入って、うん、仲間たちと本当にそのがんになりながらも、うん、もう本当にやりたいことをやろうって言って合唱団に入って、うん、仲間たちと歌って、はいはい、でそのすごく楽しそうに歌ってる映像なんか僕ら見てたんだけど、うん、あの、はい、本当にそのリボンちゃんが僕らに、うん、そのなんていうのかな、うん、その歌を世界中で歌を歌いたかったっていうのは、うん、まさにすごくその自分らしさを表現するっていう、うん、まさに最高にふさわしい例えじゃない。そうですね。だから僕らにその本当にね、うん、その自分たちの二度とない人生、限られた命をね、うん、自分の歌を残されたみんなは本当に歌ってってね、うん、で私は今、うん、あの世でそれを歌ってるから、なるほど、死んでも大丈夫だから、うん、最悪死んでも大丈夫だからっていうこともね、うん、あのメールで教えてくれたと思うの、うん、あのメッセージちゃんとメールを送れるぐらいは、うん、そうですね、ちゃんと意識あるよって連絡取れる状態、うん、なかなか地球とね、うん、この次元が違うからそうですね、繋がりにくいけど、うん、でも本当に繋がれる時はねこうやって連絡もできる、うん、なるほど、してきたけど、なるほど、そのだからちゃんと見えない世界っていうのもあるんだよ、うん、そしてそのこの世界はね、はいはい、その困難なことってあるけど、うん、困難な時ほど進化するし、うん、愛が深まるから、うん、困難なところでこそ、はいはい、自分の歌を歌ってねっていうのをリボンちゃんが僕らにね、うん、本当にその人生をかけて、うん、これプレゼントしてくれたなと思って ね、うん、ね、でまあそのリボンちゃんに関しては、うん、そのものすごく、まあ、ここでもう話しきれないぐらいですね、はいはい、シンクロが他にもたくさんあって、まあ、そういうことをねたっちゃんはすごくあの、はい、今主催のたっちゃんはね、うん、あの自分の中でリボンちゃんのことを伝えていくっていうのは一つの使命だったね、なるほど、感じてるから、たっちゃんもこの、うん、こういうことをね、うん、リボンちゃんのことを通して伝えてるんだけど、うん、なるほど、あの本当になんていうのかな、うん、
後悔なくね、うんうん、そうですね、うん、もう思いっきり自分の人生を歌うようにね、うん、生きる。すごいですね、うん、なんかすごく僕お会いしたことは多分ないかもしれないですけど、うん、お見かけしたことあるかもしれないですけど、うん、なんかすごく見守ってくれてる感がありますね、そのリボンさんって方が。今の多分深刻になりやすい時期だからこそ表現していこうっていう風なメッセージにも取れるし、うんうん、生き方とかそのものを今問われてる時代でもあるし、うん、しかもリボンってまたいいですね、こう結ぶから、うん、僕らをね、うん、結んでくれたり、うん、僕らの人生を今度リボンで結んでくれるようなね、うん、包み込んでくれるような名前でね、素敵な方ですね、うん、なんか素敵ですね、これね、まあ、もちろんそのリモンちゃんのことね、うん、これ聞いてくださってる方、うん、ほとんど知らない方だと思いますけど、うん、そのもう自分のね、うん、歌を歌うっていうことを、ねね、リモンちゃんから今回メッセージをね、うん、受け取ってもらって自分の歌をね、うん、後悔なく自分の表現を始めるっていうことをね、うん、一つ決意してもらうとね、うん、リモンちゃんがあの絵からすっごい応援してくれると思うので、ね、うん、確かにそうですね、ありがとうございます。というわけでね、うん、今日はもう、はい、で最初ね、本当にメールが来た時に、はい、3月10日の12時53分に入ってたの。あ、そうなんだ。うん、そう鮮明に覚えてるんですけども。あ、52分だったか。そこ大丈夫。ごめん、その1分は大丈夫だよ。もう、あ、大丈夫。僕ら知らないから。どっちかどっち。うんうん、どっちでも大丈夫。で、まあ今もね、はい、それそのメールあるんだけど、うん、その12すごいですね。うん、で12時ね、正確に言うとね12時52分あ、そうだったんだ、3月10日12時52分、翡翠さんこんにちは、ラボメンレポートです。マイフューチャーは悩んで細胞から私への手紙形式にしてみました。コメント楽しみにしていますって感じ、ね、コメント返したんですか、それは。返した返した。あ、いいですね、うん、なんかやり取りができてるとね、まあ、うん、これまあラボ生のね、前回の翡翠ラボの2回目の時に、まあ、この話をみんなにしてね、で、まあ、このメールも見せて、はい、でみんなでリボンちゃんの、ね、メッセージを受け取ろうっていう形でね、やったんだけどね、本当に。でだからそのお墓参りに改めて、まあ、自分のご縁がある人とかね、はい、ご先祖様やもしくはその憧れてる人でもいいし、はい、うん、まあ、そういう意味で僕はその小林正観先生のお墓参りに行ってきたんだけど、なるほど、やっぱりその改めてお墓の前に立つと、うん、その正観先生の教わったことの大きさとかね、うん、感謝とかがやっぱりその、まあ、普段ももちろんあるんだけど、はい、お墓を前にすると思いがすっごい溢れるんだよ ね、 なるほどね。だからその、うん、私はお墓にいないっていうことも、うん、そのあるかもしれないけど、うん、やっぱりそこにお墓って磁場があるから、うん、特別な思いがやっぱり湧いてきて繋がりやすい場所だと思うんだよね、はい、うん、だからその自分の大事な人のね、うん、お墓参りに行ってくるっていうのはすごく、うん、でそこでどう行きたいかとかね、宣言したり、はい、サインを受け取ったりしに行くのがおすすめかなと思いますね。そうですね、ありがとうございます。はい、だと思ってました。これ以上ないと出てこなくていいかと、ちょうどいいと思う。MG 小太郎と A 沼太郎、笑う角にはグリーン、ありがとうございました。